十一時八分です。三百万ユーザーが使っているソーシャル,シャル経済メディアニュースピックスとステップワンがコラボレーション。今日は本当に幸せな就職が多い大学ランク。二位は東大、一位と三位は超意外な大学が。がという記事にフォーカスです。未来を読み解くヒントを探っていきましょう。解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーで。社会人向けの大学院、KIT 虎ノ門大学院教授。経営戦略全史など多くの著作があり。 子供親教員向けの講演を年間100回延べ1万人以上に行われている三谷浩二さんですすよろししくお願いま新卒入社後この会社に入って本当によかったと思える幸せな職を、えーまあ、見つけた学生が最も多い大学を調査したというのが本当にいい就職をしている大学ランキングと、えー、これについての記事なんですが1位がなんと北海道大学、うん、2>, 2位が東京大学3位広島大学とこれがだから1位3位が超意外ということなんですが。<laughs> はい この調査結果から、ね、三谷さん、何が読み取れるんでしょう、はいまあ、この調査結果、えー、どうやってやっているかというと、まあ、何万人もの新卒、そして1年以上働いている人たちにアンケートを取った、はい、8項目あるんですけれど、ええ、まあ人材を長期育成しているかとか、うん、社員の指揮はどうかとか、そういったことを5段階評価してもらった、その平均値なんですね。はい、はい でまあ1今一位から三位というお話があったんですけれど、ええ、まあ例えば一位と二位の差っていうふうなものは、ええー、一位が三平均が三点一八六六、二<う>が三点一六七一みたいな感じで、うん、まあ差はうんと平均値でいうと零点ゼロ二違いますっていうふうなランキングなんですね。はい、平均値ってどうやって出すかといえば。はい 全でまあそうですね評価した点数を人数で割ると割る、まあ、食べログなんかと一緒ってことですよねもし調査対象が1人だったら1人が意見を変えたら3を4に変えたら、はい、差は 1, 1で割るから1変わりますよねそうですね3が4になると、はい、10人だったら10人中1人が変えたら、はい、10で割るから1人だけ意見を変えた影響は0.1点、ね、そうですよね、はい 0.2点の差しか1位と2位にはないのでこれは100人中たった2人が僕は3じゃなくて4かなっていうふうにやったにすぎないですね99人は全く一緒でなるほどねほとんど差がないってことか。ということなんですだから1位が意外ですねとか3位が意外ですねとかほとんど意味がなくてざってこれ1位から30位ぐらいまで発表されたんですけれどそれ全部見ても差って 0. 何点しかないんですね。 どころの大学出てもあんまりいらないってことだ <laughs> <う>どうしてじゃ取り上げようと思われたんですかみたいにでそれがまあこういうこと平均値ってこういうことだよねっていうようなことを知っていれば、はい、あこれこんなに細かく、ね、ランキングなんか意味ないよって思うかもしれない、はい、これはランキングが意味がないではなくてこれすごいこと言ってるなって思うんですねどですか場所ががどどううだだとととかかブランドそ、うん、そんななここにに関係なくく働いた人た人ちは同じく 幸せを感じていいるああそううかとこなわけです、ね、逆に出身大学とかあんまり関係ないとそうこれはものすごく大きなことを言っていてこ30人三十 <laughs>、はい、位までの中にその偏差値もだいぶ違うんですか、まあ、東京大学と例、まあ、そうです、ね、中央大学、まあ、学部にもよりますけどそうですねはい、うん、なのでさまざまな大学があってまあ偏差値とかでは決まらないよねっていうふうなことを実は言っていることなので<ー>これはなんか逆の意味でインパクトあるな って私自身は思いましたと、ね、<ー>いうことはなんか東大に入らないと幸せになれないんじゃないかということはもう幻想にすぎない、はい、幻想に過ぎないそういうことではない、まあ、そこに頑張って頑張るぐらいだったらもっと他のことに頑張った方がいいんじゃないの<ー>っていうことですね。そうなると、はい、その教育として何が必要になってくるんでしょうこの大学によっての差がないとするならば。はいはいはい、そうですね、まあ、私が 日々、まあ、親向けに話をしたり、はい、もしくは教員向けにもそうなんですけれども本当に子どもたちの暮らす未来10年後かもしれないけど20年後かもしれないけれど本当に必要になってくるものは何だろうそれはリアルな試行錯誤の力だ。 っってていう風に言ってるんですね新しく会社を作るかもしれないし新しくものとかサービスを作るかもしれない、うん、どうせ失敗するどうせ失敗するものをまた考えて作るまた調べて作っていくそういうリアルな試行錯誤さすがにこれはまだ AI はできない、うんうん、だったらそれをやれる力をつけていこうっていう風に皆さんにはうんとお願いをしてるというかでもそれは時間がない10年なら10年子供が10歳だったらあと10年後にはそういう舞台に立たなきゃいけない。うん だからそれを今から一生懸命訓練しませんかっていうふうにう実際どういう訓練が必要なんですか。うんすねはい、まか、あ、試行錯誤って今一言で言ったんですけれど、はい、まあそれは例えば発想新しいものを。 うんと思いつく見つけるというふうなことに始まってちゃんとそれを決めて伝えてっていうふうな力に、まあ、ある程度分解されると思うんですけれど例えば発想っていうふうなものって基本的には発見から始まるっていうふうに思っています、はい、新しいものを見つけられるか、うん、でもそれはなんか秘境に行ってうんぬんではなくて身の回りにあるような話ばっかりなんですよねだから新しい商品が開発されましたそれはうんとアンケートとかからはだいたい来てなくて聞いたって分かんないんですね本当は。うん だから実際にやってもらってみるとか実際にやってるところを見,見,見に行って発見するっていうようなことが実際に新しいサービスって、はい、コロンブスの卵みたいなのがありますもんね。ね生まれてみるとあ なななんんででこれ今までなかったただろうみたいなそ,うそういううの多いいですよね、うん、まそういったことを本当に見つけられるかそんな訓練はいろいろあるわけですよ。ええ、例えば写真を1枚見せてみてその写真から何が読み取れるだろうかっていうふうなことあ<ー>まあ私はそういうの授業大学院の授業でもやっていますし、ええ、子供向け親向けでもやってるんですけれど当たり前だって。 思っている人にはできないでもどっちかっていうと多動時系とかいうふうな子たちの方が何、はい、かやってみるのでじっと見てなくて「な,なんだろうこれ」って言って裏返してみたりとか、はい、ペラペラやってみたりとかあ動かしたら分かったみたいないうふうなことがいっぱいありますよね。 だから頭の中なんか大したことないんだっていうのが私の持論で<ー>ブレインストーミングとかやってるぐらいだったらなんかストームのように走り回れみたいな<ー> <laughs> その方がよっぽど面白いものが見つかる<ー>って思ってますね。 何か昔の人はとか最近の若いやつはとかって全然信じてなくて最近の若いやつらは調べてみるとソクラテスも言っているっていうソクラテスが最近のギリシャ人はとかって言ってるんですねだいぶ前から言ってますもんねしかもソクラテスの300年ぐらい前のギリシャ人も言っている最近の若いやつはって言ってるからソクラテスも言われてるからだったっていうだから私はそれは変わってないって思っているただ 子どもたちにもしくは親たちに言っているのは時代は変わってきている君たちが劣化してるわけでも何でもないでも経験とか知識だけで済む時代ではなくなってきてるから大変なんだでもだから逆に楽しいんだよって言っている経験の勝負ではない世界なので全て経験はある意味年長者で全部補えるんでアウトソーシングできちゃうできちゃうでもだから君たちが勝てるわけではない要は経験者に 勝てるかもしれないけど、うん、それを本当に勝てるって言うんだったらより発見力をつ,つけなきゃいけないし決める力をつけなきゃいけないよただ邪魔してるのは確かに今の親たちとか、うん、教員たち、うん、なので小学校1年生はどんどん動けてどんどん発想ができる、うん、考えてすらいなかったのにどんどん新しいことをやって見つけ出すでもそれを座ってなさいとかこの方法でやりなさいとか人と違ったことをした瞬間になんかどうしたの っ確率的なことをいつの間にか押し付けているっていうふうな先生とか親に管理する側にすると楽だからねそれがね楽だしそれが最終的にはう大学みたいないい大学を入るよみたいなところに私はつながってると思うのででもそれに意味がないんだっていうふうなことが調査は言っているので私は結構大事だなって思って取り上げたんですね。面白いランンキグ ほとんど差がないと、はい、どこの大学出たから幸せになるそんなのはあまりないと、はい、それよりはどういう日々生活しているかとどういう思考で子どもたちが育ってるかが大事という三谷さんのお話でしたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました気になった方は「ュースピックスのサイトにある三谷浩二さんのページをチェックしてください。